スミュール・アオーソワは、フランス、ブルゴーニ・フランシュ・コンテ地域圏、コート・ドール圏のコミューン。アルマンソン側に架かるピナール教皇と、ドール圏西部に位置し、コミューンは、アルマンソン側の湾曲部、ピンク色の花崗岩でできた、大地上にある。スペインから戻る、途中のヘラクレスが、スミュールを作ったという伝説がある。フラビニーュル・ロズラン修道院が年に、発した検証に、 スミュールの名が登場する。セネムロと呼ばれていたスミュールは天然の防御壁に囲まれた先祖伝来の地であると記されている。数世紀経って成長したスミュールの町は1256年にブルゴーニュコロベール2世の検証によって税が免除されるほどになった。14世紀半ば100年戦争中にはスミュールは栄えブルゴーニュコを フィリップ号炭鉱は分散する塔を囲い込んで天然の防御壁を強化することを決めた。また大型のダンジョンを作って町と城を直接隔てさせた。その間にもカトリックの教会と修道院は盛んに活動を続けた。オーソア地方の鳥でスミュルは代々のブルゴーニュ公がフランス王権に逆らっても公に忠実であった。 スミュール砦は高く評価され、1478年にルイ11世軍はスミュールを包囲し陥落させた。1589年、スミュールは究極の包囲網の中にあった。ユグノー戦争では、スミュールはカトリック同盟側につき、タバンヌ元帥に服従せざるを得ない状況であった。1602年、アンリ4世はスミュール砦の解体を命じた。これによって、 町は、軍事的要所としての役割を失い、大沢大管区の中心地となった。ありがとうございます。